モコト駅は北海道網走市あざモコトにある北海道旅客鉄道線も本線の駅である。駅番号は B77。電報略号はモコ。1977年のモコト駅と周囲約500メートル範囲。左が網走方面。わかりがたいが相対式ホーム2面2線と外側に副本線を有している。 元は、駅舎側の短式ホーム一面のみであったが、戦後に島式ホームが増設された。このホームは副本線に止まっている、貨物列車横に細く白い、ぼやけた線で映っていて、駅舎前の構内踏切がそのホームの串路側端に連絡している。駅舎側ホームの半分の長さしかなく、仮上工場スタイルである。その他、駅舎横の網走側に、 貨物ホームと引き込み線を持っている。東モコト村営軌道は、駅前右手に、いくつかの側線と、小さな転車台を有する乗降場を置いていた。軌道は、本駅前を横切ると、貨物ホームのヤードに見える、うぐいす色の屋根の建屋を挟んで分岐し、一本は、貨物支線として、本駅の貨物ヤードへ並行するように敷かれ、 もう片方の本線はそのまま直進して左へ一旦、向かった後、国道カーブを描いて横切り、南南西へ向かった。写真中央左から左下隅へ向かう道路が、軌道跡でそのまま道路に置き換わっている。貨物荷物取扱い廃止後、貨物線は撤去され、本線も駅舎側に防線化されたが、釧路側の駅裏に、補線用引っ込み線が逆方向に敷かれた。 国土交通省国土地理院地図空中写真閲覧サービスの空中写真をもとに作成2007年と2008年にはデュアルモードビークルの試験的営業運行が浜越水駅と当駅間で行われたアイネゴ由来でムクトゥの天下、ポコットゥの天下ほか諸説ある単式ホーム一面一線を持つ地上駅かつては相対式ホーム二面二線 福本線及び貨物ホームを有していた。知床斜利駅管理の無人駅である。駅舎は多少回収が施されているが開業当時のものが使われている。かつての駅事務室では喫茶店の軽食喫茶トロッコが営業している。店内にはダルマストーブと鉄道グッズが並べられている。またトロッコという屋号は当駅前から 当時の東もこと村まで結んでいた軽便鉄道をヒントとして付けられた。1日の平均乗降人員は以下の通りである。オホーツク海に近く国道、北海道道沿いや駅裏手に集落や工場などがある。主要道の交差点に位置するため交通量は多い。ありがとうございます。